部涼しい顔で受け流されるし、武器をきれいに壊されるし、他の耳元で拷問の歌い文句まで言われるし。いやい、お前拷問いつもする側だから耐えれるだろ。どういう理屈よ、無理よ、私はね、普段拷問の仕事をしてるからわかるの、拷問の恐ろしさが。まあ、相手も見た限りだと監獄刀の頃に比べてはるかに力を出せるようになっていましたからね、私は同情しますよ。もうあの子とは絶対に戦いたくない、ちょっと食堂行ってくる。やけ食いは太るぞ、イアン。杏仁豆腐だから大丈夫ですー。ノリが若い。イアンは今年で22歳でしたね。ああ、まだまだこれからだ、ゆっくり見守るとしよう。そうですね、次の幹部候補が力王ですからね、人材は大事にしておかねば。じゃあ次の試合を始めるよ。残り2試合、もう私の帰り支度万全だから早く終わらせよう。じゃあシグエン、頑張れよ。はい、二人とも言ったか。どうしました？お前、その格好になったということは本気で指揮隊長を倒しに行くんだな。そうですね、目標でしたから。主張は全部返したよな。はい、全部戻ってきてます。これで本来の身体能力と主張支配が使えます。そうか、相手は俺の弟を倒した。弱くねえ、それにあの力の元はおそらく悪魔だ。大丈夫です。若者は勢いに乗らせたら流れが強い。乗らせる前に止めます。へえ、その若者に負けた俺の前で言うか。月下選手は私以上に冷静だった。そして私以上に賢い。あれは千人の息ですよ。そうかよ、お前が言うなら違いない。なら俺も行くわ。せいぜい噛まれないようにしろよ。やっとリベンジできる機会ができたんですよ。私だって柄にもなく本気ですよ。当日はどうだった？いい感じだぜ。今の状態ならお前と五分五分かもな。だろうな。何せ今の監獄党を作り、市長という組織を作り、今の現状を作ったのは当時の隊長、当鉄だからな。俺は所詮すでに出来上がっていた組織を引き継いだだけだ。武力派なのはギリアンが隊長時代に作り上げていた風習だしな。何言っている？お前は今の隊長たちの中で一番歴が短い新米隊長だ。結果を残すのはこれからだろう。違うか。そうだな。それじゃあ俺はイアンの杏仁テロを見守るから、あとは頼むよ。まったく今のツートップは面倒だな。やーだーやーだー、要の試合見るんだー。お、主様、惨めに抵抗するその様、心がときめいてしまうではないか。だがな、時間は限られている。さっさと今習得しているものを得得しなければ天の絵に負けるぞ。要は友達なんだー。友達の活躍も見ずに帰るなんてやだー。お、素晴らしい。もう少し抵抗してほしいな。やだやだー。嬉しいけど、あそこまでだだこねる必要あるか。カナメさん、来ていたんですね。試合頑張ってくださいね。さすがメリアさんだ。副隊長相手に無傷、レベルの違いを思い知らされるで本当。カナメさん、その感情が餌食になりやすいんです。警戒心は軽くつつけば同様になる。雑念は戦闘で一番動きを鈍くする要因です。はは、カナはねえや、俺は俺なりに頑張るしかないってことだ。それでメリアさんの後ろにいるのは。ことかちゃんですね。聞くように白鵬さんの一人娘です。そしてご主人の専属心です。駅では話してなかったので知らないのも無理はありませんね。でもことかちゃん、なんで私の後ろに隠れてるの？あの、パトさんの前で他の男の人と話すと嫌な気持ちにさせるかなって。ねえ、かわいいですね。大丈夫です。カナメさんはすでに意中の相手がいます。しかもせっかちゃんの双子の妹ですよ。浮気したらせっかちゃんが殺しに来ちゃいますよ。笑顔で物騒なこと言うな。大岡がいるの見てなんか出すかよ。それじゃあ俺は集中したいから。そうですね。お邪魔したら悪いですね。では私たちはご主人と一緒に見ていますので頑張ってください。あぶれー、おかしいぞー。先に出てきたのは確かシグエン選手だったのですが予選とは全然違います。まさか世界的を狙って決めてきたのか。ここはファッションショーじゃないぞ。何を考えているんだ。願掛けですよ、ただのね。続いてヒイラゲ選手、もうなんかすっごい臨戦態勢。こっちはこっちで少しは順序を考えてほしいです。少年漫画のように徐々に前進するのがお約束でしょう。でもあれか、一度見せればあとは省略してもいいんだっけ。とりあえず両者ともやる気満々です。これは楽しみですね。それでは1回戦第15試合、シグエン選手対ヒイラゲ選手。ワクワクでドキドキな試合、開始。久しぶりに出番だ、お昼バカども。吸気、凍結、頭骨、混沌、私に宿れ、すぐに終わらせる。さあ、人間だ。ガードを。なんだ、ガードしようとしたのに体が動かなかった。だが、終焉のレクイエム。即座に終わらせようって混沌が見え見えなんだよ。さあ、仕事だ相棒。凍結する。
が反射される。そう、初手の一撃で体の力が絶対に俺の流れを作らないようにするために、ルーク、頭骨、あの上空に浮いている標的を撃ち落とすぞ。上中破壊、上頭骨破壊、上中骨破壊台、振りとなれ。だろ、こんなあっさり俺が。強いわね、凍結ってそこまで目立たないから。何これ、何言ってるかわからん。凍結って思ったより強いわね、能力特化なのは変わりないけど。ああ、じゃがあれが本来の凍結だ。俺が隊長になる前、ミリアンが隊長を辞任してから数年は凍結が隊長だった。自身の希望でずっと副隊長だったらしいが、実力は隊長全員が認めるレベルで本物だったらしい。いたらわかるわ、ずっとあのままでいたらいいのに。俺もそう思うが、市長を扱うというのはその分リスクもあるらしい。だから普段は1体だけで他3体は遊ばせている。じゃねえよ、無関心すぎるだろ。これが現実だ、いいわね。まだその敵対数を抜ける度胸は褒めます。だがあなたはまだ未熟、初手で出花を慣れた時点で勢いに乗ることはない。勢い任せではなく、もっと相手の嫌がることを徹底的に覚えなさい。一応も君もそれがまだ分かっていない。君がこの結界上のものをこの試合で得て、今後に生かせてくれることを望みます。これは勝負ありだ。もう死んだね。選手はこうして積んで動けない。初手が全てを決めました。1回戦第15試合勝者、鈴縁選手。すげえ、やっぱりでかいはレベルが高い。敵だの、幸運だの、逆転だのは、それ相応の実力がないと無理、全てが現実なんだって思い知らされるぜ、本当。見える、薬を使え、絶対に助けろ、後遺症も許さない。うん、わかった。でも要があそこまで手も足も出ないか。メリア、監獄島の時に戦ったんだろう、あのレベルだったのか。いえ、あれだけの破壊力を持つ技は似てません。あれは隊長と同レベルだな。それにしても肉体が脆い、あの程度で寿命を根こそぎ減らしている、諸刃もいいところだな。寿命を削った強さ、どうしてこの大会で。さあな、目的や使命は人それぞれだ。私には理解できない。だがそれでも天の絵の方が強い。もういい、行くぞネル。今再認識した。俺が次戦うのはそういうレベルの相手なんだってな。メリア、今日の試合で得た情報で選手情報を修正、再度俺たちに説明してくれ。特にバハートとファルドラ、カナとソフィアにはしっかり伝えておくんだ。はい、わかりましたご主人。あら、いい男ね。あなたがバハちゃんの意中の相手ね。あの子が男の子にこの字になるなんて初めてだから気になってたのよね。あ、確か立花さんだよね。はじめまして。やだー、名前まで覚えられてるのー、嬉しいわねー。いやー、身近で見ると男性とは思えないほどの美、あなたでませんね。でも火遊びが大好きなのは私原点ね。女泣かせは男の勲章と言ってもほどほどにしないとダメだぞ。あ、はい、用心します。ちょっと、ゆうくん。私が狙ってる人に接触するのはルール違反だよね。そんなつもりじゃないのよバハちゃん。バハちゃんの初恋の相手がどんな人か味見じゃない、拝見したってね。食べる気満々じゃない。この人は絶対に私が手に入れるんだから。バハちゃんがそこまでを熱なら自重しないといけないわね。そうそう、さっきバハちゃんのフィアンセがバハちゃんの情報を知りたいって言ってたわよ。いや、そういう意味じゃ。本当、なら教えてあげる。せっかくだし一緒にここで話そうよ。今日全然ゆっくりできなかったし。いいですよ、私は。メリア、そこは断ってよ。ご主人、何かいい情報を掴んでください。それでは私は用事があるのでお先に。メリア、この状況はきついって。なるほどな、あのバハートがヘタレな主様を好きになる理由がわかった。そうなんですか、ネル。ああ、もう確定するのも時間の問題。もしかすると2回戦、あるかもな。そう、ならばハートさんを配下に入れることを考慮した方がやっぱりいいですかね。ああ、もうキスも済んでるな。オーブもある。凄まじい進化をしたかもな。あら、いつの間に、やりますね、バハートさん。さて、身支度だ。ことかにも観客席に置いている荷物を取りに行かせた。メリアも準備しておけ。わかりました。それではこの場はお願いしますね、メル。ああ、あのバハート、私なりに見定めさせてもらうさ。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。